中ちゃん中ちゃんは2005年11月2日に徳島県長雲中川町の中川の中須に現れたメスのアゴヒゲアザラシである。特別住民表情の氏名は中川中ちゃん。2005年11月2日には中川町の町民に登録された。2005年11月14日から11月18日の間期間限定で 中川町役場住民課の窓口において、中ちゃんの特別住民票が約3万6000枚発行された。後に、この特別住民票は、徳島市内でも一時的に発行可能になっていたようである。2006年3月20日には、市長合併により、阿南市の名誉市民に登録された。2006年8月27日に、 中川右岸の中洲で頭部から血を流して倒れて、いるのを発見され死亡が確認された。死体の腐敗が激しいため死因は不明だが、栄養状態の良さや数日前まで元気に泳いでいるところが目撃されていることから、暑さや疲労によるショック死の可能性が高いと考えられた。その後、地元有志によるお別れ、会、阿南氏によるメモリアルイベント、パネル展、絵画展、 写真展などの関連イベントが次々行われた。中ちゃんの遺体は、徳島動物園で冷凍保存された後、2007年6月以降は、徳島県立博物館で骨格標本となっている。2007年5月には、中川の河川敷に、見影石でできた、重さ約2トンの石像が設置されたが、2011年の台風6号による増水で横転し、壊れた。 ありがとうございます。